ここからちょっと大問題なんですよ。はい。力が入んないんですよ、ここ。あ、力がね。あ、これで抜けたので、はい、ちょっと下を持ちながら。お、力持ち。これ結構プルプルしてますよ、自分。はい。こんな感じで。外れましたと。はい。はい。皆さんこんにちは、ナイルメカチャンネルです。おい、エイクさん、こんにちは。こんにちは。久しぶりの撮影だね。そうですね。はい、ルンルンです。ルンルンでお願いします、はい、お願いします。今日なんだけど、はい、アイクさん、はい、こちら、はい、ゴルフ 7.5、はい、TDI、はい、ハイラインマイスター。なかなかレアですよね。そう、レアだね。結構少ない車なんだけど、はい、こちらなんとナイルのお客様、T様がご制約いただきました。はい、ありがとうございます。で、今回このご制約いただいたあの TDI なんだけど、はい、まあ、ナイルだと納車整備の時にあのバッテリーって変えるじゃないですか、はい、必ず、はい、必ず変えるね、はい、で今回はこのバッテリー交換をちょっと動画にしてみようと、はい、なるほど。で、あやこさん、バッテリー交換なら、はい、DIY でいけるるよね。あの、変なシステムとか絡んでなければいける。そう、で、ただね、そ、国産車と違ってさ、はい、ちょっとこのバッテリー交換後に儀式があるじゃんね。ありますね、ちょろちょろっと。たまにアイクさんが忘れちゃうんだけど。そうなんです、自分忘れちゃいますね。そう、で、その儀式をちゃんと最後に、はい、あの、お伝えするので、はい、DIY でもできると思うので、はい、なるほど、はい、はい、じゃあもう早速やっていきましょうか。はい、はい、それではどうぞ。はい、じゃあアイクさん、早速お願いします。はい、でさ、アイクさん、はい、あの、バッテリー交換なんだけど、はい、まあ、いろんなメーカーあるじゃんね。ありますね。はい、で、ナイルだと、ナイルだとおすすめはバルタ。はい、こちらのバルタの AGM ですね、はい、アイドルステップ付き用のバッテリーなんですけども、はい、新車でとだとちょっと開けてみようか。いいですか。はい、はい、こんな感じで、これ多分新車当時のバッテリーだよね。そうですね。あ、でもこれもバルタですね。これバルタです。はい、まあ、どう、そのこのバルタっていうメーカーと、はい、もう一個エキサイドっていうバッテリー、はい、大体2種類がついてるんですけど、はい、このゴルフ7系とか 7.5 もそうなんだけど、はい、現行のフォルクスワーゲン、はい、イメージバルタの方が持つよね。そうですね、うん、なんかバッテリー交換すると大体ここにエキサイドって書いてあるバッテリーが多いイメージあるよね。はい、バルタって割と長持ちするんで、はい、一個ちょっとここでお教えするのが、はい、アイドリング付きの車と、はい、アイドリングなしの車の簡単な見分け方がこちらのマイナス端子にこのようなコネクタがついてるタイプ、はい、これがアイドリングストップ付きの車なので、はい、もし自分の車が分かんないなって、まあ、自分の車だったら分かると思うんですけど、ボタンがあるんでね。そうだね、はい、分かんないなって方はここ見てもらうと、あ、これはアイドリングストップ付きなんだよっていうのがね、はい、分かると思います。はいはい、じゃあ早速交換していきましょうか。そうですね。で、今これナンバーちょっと映っちゃってますけど、これ神奈川県なので相模ナンバーに変えますので、仕入れてきた時のナンバーなのでね。じゃあ早速お願いしますね。はい、はい、まず外していきます。はい、自分はこれも外しますね、うん、コネクタを念のため、はい、念のためですね。で、まずはマイナスから。そう、あの DIY やる人気をつけてほしいのが必ずマイナスから外してください、はい、それこそマイナス外さずにプラスとマイナスのどっかに触ると火花が散って、はい、エンジン ECU を壊してしまう可能性もあるので、はいはい、そこを気をつけてくださいと。自分は、はい、こうしちゃいます。あ、なるほど、触らないようにね、はいはい、これちょっとあの奥に避けれないので。で、言ってしまえばもうネジ3つなんだよね。違いますよ。ナット2個とボルト1個です。あ、ナット2個とボルト1個、すいません、失礼しました。揚げ足取るの大好きなんです。でもバッテリーのターミナルは外れましたと。はい、はい、あと固定が、そう、ゴルフ7はこっちなんですよね、手前側に。まあ、これがあれですね、バッテリーを固定しているプレートのボルトですか。そうです。これ13ミリですね。13ミリ、はい、で、バッテリーの上2つが10ミリ、はいはい、なので使う道具としたら10ミリと13ミリだけですか。そうです、はい、あと言うならこの長いやつ、はい、エクステンションバーですね、はい、で、バッテリーを外すときに前に 7.5 はこれを先に必ず取った方が。で、ここからちょっと大問題なんですよ。はい、力が入んないんですよ、ここ。あ、力がね。あ、これで抜けたので、はい、ちょっと下を持ちながら。お、力持ち。これ結構プルプルしてますよ、自分。はい、こんな感じで外れましたと。はい、はい、
で、ここから先は？ここから先はカバーを付け替えますか。はい、ちゃんとあのこれカバー形が違うのでこうじゃなくて、あ、そうだね、向きがあるのね、はい、ちゃんと、はい、ちゃんとプラス側に今これが来てるの、はい、こんな感じです。はい、では心の準備をしないと付けられないので。何キロある？重いもんね、バッテリーって。重いですよ。はい、入りました。ちょっとあの息切れちゃってます自分今で、これを取るには、うん、ちょっとカバーを上げとくといいです。あ、浮かしておいてね。はい、はい、これ分かりますか？これですね。あ、なるほど、はい、これがちゃんとシルバーのやつが、あ、入ってるのね。はい、うん、中に入ってるかどうか。入ってますね。はい、このゴルフ系はやりやすさとしたらどうですか？やりやすいと思います。じゃあ交換自体は本当に10分15分でできちゃうですか？全然できちゃうと思いますよ。あ、でここで注意点ね、はい、このターミナルちゃんと下まで、はいはい、入れてください。テーパーになってるんでね。はい、わかりますかね。はい、大丈夫ですね、はい、でプラスからね、つけるときは、はい、外すときはマイナスからで。あれですよね、なんだっけ名前が出てこない、ブースターケーブルです。はいはい、をやるときも同じ感じですよね。そうで、ブースターケーブルのときはプラスがここにつけて、はい、マイナスはここではなくてここね、こちらのこの奥にあるプレートのところ、はい、ボディアース、はい、こちらに接続してください。ここにバッテリーがないやつはどっかこの辺にプラスって書いてある何かがありますよね。あ、そういうタイプもあるよね、アウディとかね、はい、で、よくね、はい、バックアップ取った方がいいですかっていうことを言われるんですけど、はい、まあ、取ってあげたに越したことはないですけど、はい、この辺の車のバッテリーのバックアップ取ろうと思うと相当大きいバッテリーじゃないとバックアップ取れないんで、はい、バックアップは取らないです、はい、でもその代わり最後にいろんな儀式をちゃんとやってあげてね。で、昔の、はい、パナソニックナビがついてる車だと、はい、バッテリー交換するとIC が飛んでしまうっていうのが昔、はい、過去ありましてね。そうですね、はい、そうすると、無料なんだけどパナソニックに修理に出さないといけないと。はい、はい、パナソニックあるあるですね。あるあるはね。って言ってる間にもう交換も終わっちゃいました。最後に交換した日付を書きたいと思います。あ、いつ交換したよっていうのが分かるようにね。はい、はい、こんな感じで。ちょっとあんまり映さないでくださいねじゃあこれでバッテリー交換の方は、はい、完了と。終わりです。はい、でこの後に儀式ですよね。はい、じゃあ一回車を表に出してやりましょうか。はい、はい、お願いします。はい、はい、じゃあアイさん、これでバッテリー交換終わったので、はい、最後の儀式の部分、儀式としたら2つあるんだけど、はい、1つというか、はい、じゃあまずエンジンかけますね。はい、はい、でこのようにバッテリー変えたばっかりっていうのは、はい、横滑りですよね、はい、のマーク、まあ、いろんな警告が出ちゃうんですよ、はい、でこれを消してあげたいんですけど、はい、消す方法としては、はい、車を動かします。はい、なので一回ちょっと車を出しますね。はい、多分出してる間にこの辺の警告消えると思うので、はい、いいね、 TDI、 いいね、トルクがあってディーゼルならではですね。そう、まあ、この今ピコピコ言ってますけど、はい、普通にちょっとこういう感じでハンドルまっすぐに、もうこれ消えましたね。消えましたね、はいはい、警告消えましたと、はい、でこのままじゃあ一回車の向きを変えつつで、はい、こっからなんですけど、はい、アイクさん、はい、やってあげないといけないこととしては、はい、まず、パワーウィンドウの基本調整をします、はい、っていうのは今ねこれこうやって動かしても、はい、オートに行かなくなっちゃうんですよ、はい、わかります。はい、普通これ一番上にクッてやると、はい、一番上まで上がるじゃないですか、はい、それが行かないの でこれ全部の窓です、はい、全部の窓のパワーウィンドウを一番上まで上げた状態から、はい、もう一回上に上げてる、はい、聞こえました、カチャッと、はい、で後ろもカチャッと、はい、でこれやるともう下に下げてもオートだし上に上げてもオート、はい、まず一個やってもらいたいのがパワーウィンドウの基本調整、はいはい、で次なんですけど確か時計は勝手にセットされますよね。GPS に設定してないとできないです。メニューで車両で設定で時計がこの日付と時間の今手動になっているので、そこを GPS にすると勝手にもなってます。はい、でこれでも時計もセットされました、はい、パワーウィンドウもちゃんとセットされましたと、はい、
ちょっとこれかっこいい。パフォーマンスもね。かっこいい。はい、最後にやんなきゃいけないっていうのが、はい、まあ、これに関してはアイクさん、はい、やんないから壊れるってことはないです。はい、なので DIY の人たちは、まあ、あのやれない方もいらっしゃるので、はい、あのそこに部分に関してはまあやらなくてもいいんですけど、はい、まあ、僕たちこういう専門店とかは基本的にバッテリーを交換したら、バッテリーを交換しましたよっていうのをアダプテーションさします、はいはい、でこれに関しては、アイドリングストップ車のじゃないタイプの時は、はい、ほとんど意味なかったんだけど、まあ、このアイドリングストップ付きの車に関しては、はい、そのアイドリングストップ要は何回やったとかそういうのをカウントをしてるらしいので、はい、なるほど、まあ、これを1回やってあげることによってそのリセットに戻るのかな、はい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 、なのでそのアイドリングストップをもう1回ゼロからスタートしますよっていう意味、はい、はい、だと思います、はい、でもう一個は、はい、あの今さっき警告灯ピカピカピカってついたじゃないですか、はい、でこれ警告灯ついたってことは履歴に残ってるんですよ、はい、このイシューの中に、はい、なのでこれを一回一通り消してあげます、はい、で多分赤いのがちょこちょこちょこってこうやって出るじゃないですか、いっぱい出てますね、そう、これバッテリーあの変えたらこういうふうに出ちゃうので、はい、なので僕たちはこれを一回あのオールリセット、はい、でまっさらにしてあげます、はい、状態をね、はい、こちら最後の儀式なんですけれども、先ほどちょっと撮った動画がちょっと風がうるさくて聞き取りづらかったのでちょっと改めて撮り直しております。項目としてはですね、バッテリーに関して4つ項目がありまして、順番に説明していきますと、こちらがアンペアの変更ですね。変えたバッテリーのアンペアが何アンペアかということで、今回70アンペアから70アンペアなのでそのままで大丈夫ですね。はい、でこの次が、こちら、これが、バッテリータイプなんですけれども、元々ついてたのが EFB プラスっていうタイプのバッテリーでしたので、これを今回はワンランク上の AGM に変えたので、AGM に交換しましたと。変更をしまして。で、あとの2つの項目に関しては、まあ、これメーカー、何のメーカー入れたのっていうことで、まあ、バルタだったらバルタとか、まあ、多分入れればいいんですけど、まあ、ここに関しては入れても入れなくても、その車に影響はないので、もうここはスルーします。で最後のこちらのシリアルも、純正だとパーツ番号が出てくるので、その入れたパーツ番号を入力しろっていうことで書いてあると思うんですけど、まあ、ここはもう111ってなってるのでこのままスルーで、はい、まあ、DIY でやられる方はここはスルーでもいいと思います、はい、でもし、まあ、ちょっとそこも心配だよっていうんであったら、やっぱりディーラーさんとか専門店さんにバッテリー交換をお願いした方がいい、はい、し、あ、まあ、別にそこ気にしないよっていうんであれば自分で変えちゃって、でさっき言ってたパワーウィンドウのリセットとか、はい、まあ、時計のリセットと、あとはまあ故障コードを、まあ、一応警告がもう出ないんで、はい、なんだろう、別に悪いことはないじゃないですか、そうですね、走ってても、はい、支障はない、ただ一応ログとして記録されてるんで、はい、まあ、その辺を僕たちは必ず消してあげる、はいはい、っていうことを一応やっていますよと、はいはい、まあ、次何かあった時に診断した時に出ますから ね、まあ、いっぱい出てるからね、そうだね、はい、なのでそこは僕たちもそのご判断の材料になっちゃえばというので、はい、でまあ、こういう売った車に関してはもう必ずそのフォルトコードは一切ゼロの状態で納車するので、はい、なのでこんな感じで、まあ、もう30分かかんない、かからないですね、20分ぐらいか、はい、ディーラーさんのバッテリーが、はい、なかなかいいお値段するんですよ、はい、確かに、はい、すみません。で AGM バッテリーっていうそのアイドリングストップ付きのバッテリーになってから結構高くなっちゃったもんで、はい、そう、そこでもうアウディとかだと本当に2桁台もうちょっとそれは近いのが、そうで、こっちのやっぱあの純正でもやっぱり5、6万、はい、普通にするんですよね、はい、でナイルだとあのさっき言ってたバルタ、これもこの前あの DSG の時に話した純正 OEM じゃんね、はい、そう、バッテリーを使うことによって2万円ぐらいは抑えられるんで、はい、うん、で性能は変わらず、はい、で今回はこのもともとついてたバッテリーが EFB プラスっていうんだけど、はい、それよりも AGM っていうのがちょっと上プレミアムバッテリーなので、はい、いいバッテリーに変えたので持ちも良くなると、いいもので安い、そう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 、安い、ディーラーよりは安い、そう、昔のバッテリーってさ寿命がさ、例えばエンジンのかかりがちょっと弱いなとか、はいはいはい、ヘッドライトがなんか暗いな、アクセル踏んだら明るくなるよみたいなあったじゃないですか、はい、今のやつって突然だよね、そうですね、さっきまで動いてたのに、そう、あれみたいな、本当にあのコンビニ行って、はい、泊まってなんかトマトジュース買って、はい、帰ろうと思ったらかかんないみたいな、そうですね、そう、突然死んじゃうっていうのがあるんで、はい、なのでバッテリーに関してはどう、うちだと3年ぐらい交換体サイクルとしては、そうですね、うん、一応あの測ってますけどね、そうだね、テスターが、専用テスターがあるので、はい、一応測ってはいますけど、まあ3年ぐらいで、まあ、2年だとちょっと早いかな、そうですね、でも4年がね、昔のあのアイドリングストップ付きじゃない車は、はい、持ったんですけど、はい、ちょっと4年微妙なところだよね、
そうですね、アイドリングストップ付きは乗り方も、そこそれこそ乗り方も関わってきますね。そうだね、そうなので、アイドリングストップは極力使わないでください。あれに関しては100がやって一理なしなので、はいはい、まあ、そこに関してはまたお話ししますけど、はい、アイドリングストップは使わないっていうか、今のトヨタ車だってヤリスとかハリアとか、はい、アルファードだとかベルファイアついてないからね。あ、そうなんですか。あ、ついてない。もうトヨタはもうやめたみたい。まあ燃費がそれをやらなくても基準を満たすレベルのエンジンを開発できてるトヨタ様ですね、ことなんだけど、そうそうそう。なので、まあ、今後多分、はい、アイドリングストップ付きはなくなってくると思われます。これバッテリー交換はまあまあためになったじゃないですか。なりました。はい、はい、ってことはいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。できればコメントもいただきたいです。あ、そうだね、コメントでね、はい、いただくとやっぱ僕たちの励みにもなるし、お問い合わせ、はい、そう、あの前回も千秋さんとお話したんだけど、かなり今お問い合わせがいっぱい、はい、で本当にお願いしたのが LINE から、はい、の登録を、の概要欄に LINE の URL 貼ってあるので、はい、LINE からあのお問い合わせをお願いします、はい、ただ僕も見れるし、あやくさんも見えるし、千秋さんも見れるの で、はい、で誰かが見て何かしらのアクションは起こすので、はい、ちょっと時間はかかりますけども、はい、本当にありがたいことにね、昨日とかもだってあれでしょ、僕水曜日お休みだったからだけど、飛び込みのお客さんとかいらっしゃいましたね。そうだから、はい、であれでしょ、 YouTube 見て、そう YouTube 見て多分ご近所の方だと思うんですけど、なるほど、そうやってね結構たくさん今ご来店をありがたいこといただいてるんで、はい、はい、できましたら LINE からお願いしますと、はい、お願いします。はい、ということで今回の動画はこの辺で終わろうと思います、はいはい、それでは次はちょっとまた来週かな。そうですね、はい、でも来週天気がなんか微妙なんだよね。じゃあ雨にずぶ濡れの姿を公開。それではさよなら。